リルリルリン。きっといいことありそうな。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。俺が森進一だと思ってた人、五木ひろしでした。くるぶしです。どうですか。OK。はい、今日始まりましたクールショモチャンネルですが、なんで無音だったんですか。今日はですね、まあそんなモノマネにちょっと、関係あるんですが、モノマネタレントのコロッケさんがコロッケ屋をオープンしたということで、名前ないかい。もう20年前にやってて良さそうだね。そうよね、本人も今更ながらとおっしゃってるんですけど、今月かな、 2月16日かな。すげえ。ちょっとあの情報が定かじゃないんですけど、今調べてる感じだと2月16日にオープン、新小岩、東京のですね新小岩にオープンしたということで、早速ね、来てみました。網浜のコロッケとどっちが美味しいかな。そうね、もう僕はね、正直そんなにコロッケって食べないんですよ。ファミマのコロッケ美味しいよね、でも。あ、そうなんだ。うん、まだ YouTube であんまり行ってる人いなかったんで、くるちもチャンネルがちょっと行ってね、食べてみたいと思います。それでは行きましょう。はい、レッツゴー。はい。名もなき路地に、車を止めてますね。あ、出た。ファミリープラン幸せ家族計画。1個いく、あ、600円。これ1個高いやつは何なんですか。こっち500円で100円ですか。1枚多いとかそういうのでもなく、何だろう、高級なの、薄いのかな、やっぱり。なるほどね。うん、相模オリジナル。何の動画や。コロッケ、コロッケ。コロッケさんのコロッケ屋さんがあるとこは新小岩の商店街。新小岩の商店街ですね。なるほど。結構商店街の奥の方なのかな。俺行ったことないな、新小岩の商店街。新小岩の駅前とか全然知らんわ。なんか俺らの中学生時代は新小岩ってなんか、シルバークセが有名で、シルバークセ買いに行こうぜみたいな、新小岩にみたいな町でした。イキリの町ってこと？そうね、なんかちょっと足立区民からしたら背伸びした。あ、そういう感じだ。治安良くないって聞いたんですけど。あ、そうでもないの。どうだろう、まあ、ここら辺はあんまり良くないよね。もう最近俺らディスることしかせえへん。そうね、あかんな。ちょっともうちょっと好感度上がるようなこと言っていこう。いや、でもディスるところしか言ってないからね。あ、でも前回言った砂町とはまた全然ちょっと違う感じだね、雰囲気が。砂町の方がやっぱりもう昔ながらな感じ、ね、そうだね、その感じはあったね。おしゃれ、うん、うちの地元の商店街に似てるな。あ、その寝屋川の、そう、寝屋川のベル落とし。へえ。まずがひろしさんがベル落としのテーマソング歌ってるからね。そうなんだ。リルリルリン。きっといいことありそうな言ってるからね。何人知ってるそれ。てかやっぱこれそうなんだ。これコロッケさんとかに並んでるやつか。今ちょっとこれね、並んでますね、結構。ちょっとね、並ぶことになりましたけれども。はい。うん、すごい行列だね。行列。びっくりするぐらい。何の並びかなと思ったら全部コロッケさんのほう。すごいね。おー、すごい。ね、ね、楽しみだね。ね、ほんと。もうあと、もう少しで、僕らも帰るので。無事、撮影会もね。うん、コロッケ苦手なクールちゃんもね、うならせることができるか。ね、これは楽しみ。吟味してみたいと思います。よー。ということでね、コロッケさん。コロッケさんのオープンしました。コロッケのコロッケ屋、こんな感じでございますね。店頭にコロッケさんが立っております。ほんまや、素晴らしいね。では、こんな感じでございます、ね、こんな感じでメニュー、こんな感じ。今日はね、もうちょっと遅かれしということでちょっと振り切れてる商品もありましたけど、主力は残ってますね。そうね、買ってもらったんで、今からね、食べさせてもらおうと思いますね。コロッケさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。いただきます。
はい、車に戻ってきましたけども。いや、戻ってきたね。買っちゃったよ。買っちゃったね。コロッケのコロッケ屋。チョモちゃん何ですか買ったの。俺はね、普通のビーフコロッケと、ザンギコロッケって使います。それちょっと変わり種ですね。変わり種だったね、完全に。これ割と定番のビーフコロッケとメンチカツ。なるほど、買ってみました。結構な並びましたね。だいたい並んだ並んだ、まあまあ並んだな。そう、俺らオープンして3日目ぐらいか、来たの。だいたい20分ぐらい。まあでもオープンして初めての土曜やから。そっかそっか、結構あれやったかもね、時間的にも。うん、すごい並んでて、うん、で繁盛してましたけど、うん、でなんかその人手が足らんからっていうので、うん、行列の中継地点とかに人がいたんですけど、モノマネ芸人の子がいて、うん、普段はその新宿のコロッケさんのモノマネバーで働いてるけど、うん、ちょっと今日手伝ってくれって言って今日来てるんですって言ってる子がいて。あ、そうなんだ、うん、すごいね。いすごいね。モノマネの一つでもやってくれてよかったんやけど、ね。じゃ早速食べましょうか。ね、食べよう。でビーフコロッケからいきます。そうね。同じのからいきますか。いただきます。いただきます。めっちゃうまい。あれ？コロッケ苦手なはずなのに。うまい。確かに今まで食ったことない感じのコロッケです、うん、なんかふわっとしてるし、しっとりしてるし、うん、衣もめっちゃサクッとしてるし、結構甘み強めっすね。うん、なんかこういう普通のスタンダードなコロッケってもうちょっと塩コショウとか効いてて、うん、でも甘いね、確かに、うん、甘いわ。コロッケさんやりましたねこれ。やってましたねこれ。やっちゃったね。関西のテレビであのゴブゴブってあるじゃん、うん、浜田さんがさ、うん、コロッケ探すの知ってる？コロッケ好きで中村屋っていうコロッケがうまいっていう、うんうん、なんか中村屋を何超えるコロッケを探すみたいな、うん、コロッケさん出番ですよ。なんか甘いのが好きらしいの、うん、これ結構甘いよね。これなんじゃ、うん、コロッケさんダウンタウンうならせましょう。これいくらでしたっけ1個？150円、うん、全然おやつにはいいくらいの。いいね、うん、じゃあもう一種類、これは別々ですね。そうですね。僕は、ジューシーメンチカツ、うん、これちょっと高かったです。いくら？290円か。まあまあするね、うん、まあメンチやもんね。そうね、メンチです。俺はザンギコロッケ。うわ、ちょっと形もね、なんか照明が、照明というか日の光が。じゃあいただきます。うまこれはうまい。マジ？いや、うまい。ちょっと待って、これめっちゃ斬新。なんすか、ザンギの入ってる入ってる、細かくしたやつが入ってる。そんなに細かくない。その衣はないから、うん、ザンギとして味付けしたものと、うん、じゃがいもを一緒にしてコロッケにしてる感じ、揚げて。なるほど、うん、めっちゃうまい。これはやばい。あーそう、うん、あのね、メンチ結構味塩っ気強いっす。ご飯に合うかな。あー、うん、それはご飯食える？うん、ご飯食える。めちゃくちゃ肉汁出る系ですね。待って、そのインパクトがすごすぎて メンチが食われてる。味自体はどうなんですか、それ。あのね、うん、めちゃくちゃニンニクが効いてる。ニンニクが効いてるコロッケで、なんかそのコロッケのじゃがいももさっきのユニコロッケは、うん、あ、コロッケっていう感じですめっちゃすりつぶしてたやん、うん、こっちは結構その固形のじゃがいもも残ってて、このザンギだけの歯ごたえじゃなくて、うん、じゃがいものホクホクも楽しめる感じのコロッケになってるね。マッシュしてないんだ、そんなに。マッシュしてるのもあるし、あ、その中に固形のジャガイモもいる、うん、へぇ、おすすめおすすめ。
いや美味しかった、うまかった、めちゃくちゃうまかった。いやおすすめ、いやおすすめですね。うん、新小岩のコロッケさんのコロッケ屋さんコロッケさんのコロッケ屋さんね、コロッケのコロッケねコロッケさんがオープンしました、コロッケのコロッケ屋さんややこしいわ新小岩から歩いてそんなに5分ぐらいで着くんじゃないかな、まあ、商店街ずっと行っとったね、うん、着きます、うん、今ちょっと並んでますけど、うん、美味しいですし、あのチョモちゃん食べたザンギのコロッケ、いや超おすすめマジで、うんうん、なんか結構新感覚だね、新しい新しい、あれはすごいよマジで食って、ぜひ皆さん食べてみてください、はい、今日はくるちょもチャンネルが、コロッケさんのコロッケ屋行ってみた、お送りしました、ありがとうございます。私はさそり座の女アナルに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界